皆さんこんにちは、話題満載 TV です。皆さんもお聞きになったかと思うんですが、台湾で、日本が支援したのアストラゼネカ社製 の、ワクチンですね、これを打ったところ、直後にもう67人が死亡したというような報道が日本でもなされましたよね。それでこれを煽ってですね、さらに反日感情が噴出するかもしれないであるとか、あるいはいろんなね、ネタとして出てきてはいたんですけれども、また現地のね、日本人の声として、日本が送ってくれたアストラゼネカ社製のワクチンは打たないけれども、中国製のワクチンの方を打ちたいと、そういうことを言ってる日本人もいたというような報道をしているところもあったんですね。で、主にこの報道をしたのはですね、日本では日刊現代とか、日刊現代、非常に反日メディアですね、日本の、ためにならないようなことをたくさん報道してるんですけれども、なんか飛びついてね、内容もよく確認しないまま、これを報道したという感じなんですね。で、さらに日本には、韓国系のメディアが結構ありますでしょ。そういったところが同じように報道していると。しかし大手メディアではですね、この情報については非常に信憑性に乏しいということから、ほとんどの報道はされてこなかったんですね。そこでね、私も直接これ調べてみましたら、台湾でね、そんな話は全然出てないということなんです。出てないというとちょっと語弊ありますけどね、台湾で報道はされてるんですけども、台湾で報道したのは全ての中国系のメディアなんですね。台湾に入っている中国系の結びつきが非常に強いメディア、あるいは、中国系からそういった情報が出てきたと。要するに、フェイクニュースですよね。もう明らかにこれフェイクというレベルを超えたもガセネタですよ。こういったものが出てきたと。で、全くこの信憑性に乏しいというよりもですね、これを裏付けるようなものは全くどこにもないわけですね。それどころか皆さんご存知のように、蔡英文総統もですね、あるいは台湾からも非常に感謝の声がたくさん出ているということなんですね。日本が支援したワクチンについては本当に感謝の念に堪えない。台湾はそもそも、当時もですね、アストラゼネカ社製のワクチンしか承認が台湾はされてなかったんですね。で、日本は協議の上でそれを送ったと。いうことですが、日本で使わないということじゃないんですよ。これ、アストラゼネカ社製のワクチンも、もう承認日本でもされてますんでね。これ、今回ね、高齢者をまず中心として打つ、そういう方向で今出てますよね。で、またアストラゼネカ社製のワクチンだけがいろいろとね、血栓症のことで言われたんですが、実際の死亡例を見てみますと、ファイザー社製もかなり多いわけですね。ですから、アストラゼネカ社製だけが、飛び抜けてこれが多いということでは実はないんですね。アストラゼネカ社製のワクチンについても安全性はかなり担保されていますので、こうしたところからの台湾ではですね、管理が容易なアストラゼネカ社製のワクチンを使っているということで、承認もこれしかしてこなかったということだったんですね。現地の声ではですね、やはりこういう感じでもう本当にありがとうという感じで、日本人には手を差し伸べてくると、日本人がいればですね、こういう状況なんですね。このワクチンについてはね、中国は日本から提供したワクチンが期限切れに近いものを提供しただとか、堂々とこれ報道官の嘘をですね、振りまいているわけなんですね。こういうことについては、はっきりこれ日本はですね、きちんと抗議をして真実を伝えていかなければいけないと。アストラゼネカ社製のワクチンは日本で承認されて、日本で製造をしているわけですね。原液を製造ということで、最新のものが送られていっているということなんですよね。とにかく、このアストラゼネカ社製のワクチンについても、モデルナであるとかですね、あるいはファイザーであるとか、こういったものとはもう同等のものであるという認識なんですね。海外で結構アストラゼネカ社製のワクチン使われてるんですよ。韓国も相当使われてますね。ですからこれはもうフェイクニュースの域を超えたもうガセネタであると
これはやっぱりね、あのメディアとして報道するんであれば、きちんとした裏を取って、それでやるべきなんですが、このワクチンについては、日本では相当あの接種が進んでおりまして、今現在では、3000万人近く行ってますかね。オリンピックまでには3000万回ですね。オリンピックについては、まあ、6000万回ぐらいですね。その頃には6000万回ぐらいじゃないかと。7月ですね。もう少しすれば合計では、ね、1億回ぐらい行くだろうということなんですが、まあ、年内末までにはですね、今ほとんど終えるだろうというふうに言われているんですが、まあ、あの一定数やっぱり打たない人もいますんでね、いろんなことを考えて、いろんな情報が錯綜としてますんでね、そうした中であの自分で判断してね、これしていけばいいと思うんですけれども、またあの中国とかですね、この中国系の息のかかったあの、まあ、台湾のメディアとかですね、まあ、日本にもあるんですけれども、そういうところはあの日本はですね、自分のところではもう使わないワクチンを送ったと、ね、自分たちはモデルナとかファイザーとかその辺を使ってアストラゼネカ社は使わないと、だからこれを送ったんだと、そういうまあ卑劣なことを言うところもあるんですね。でこれは実は日本はあのずっとあのファイザーとかモデルナをね先に使って承認も先に降りてましたんだね。当然これ使ってたわけですね。それであのそれを先に今輸入していて、数はそれでも実はあの足りるんですね。ただあのその他にもアストラゼネカとも契約をしてですね、これを日本で製造、現役の製造して売ると、あの、打つということを、まあ、計画をしていたんですね。しかしこのアストラゼネカ製のものは承認がずっとも遅れていたということですね。ですからあの日本はですね、特にあのファイザーとかモデルナを優先してアストラゼネカ社を、まあ、自分たち危険だから打たないと。いうことを計画していたわけじゃないわけですね。で、あの、大切なことなんですが、なぜね、アストラゼネカ社製のワクチンの承認が日本でこんなに遅くなったのかと。つい、あの、この間だと言ってもいいぐらいなんですね。で、これはですね、実は日本は、この安全性に関する調査を、十分な調査をですね、日本独自でずっとこれを行っていたんですよ。ですからね、この安全性といった面でも、例えばの橋本さんなんかも言ってましたけどね、まあ、僕はもう、あれですよ、中国製のワクチンは打たないけれども、アストラゼネカ製のワクチンなら打ちますよ、ということははっきりテレビでもおっしゃってましたけどね、まあそういう感じの結果が出たと、日本でもね、いうことなんですね。いずれにしてもですね、台湾の報道あるいは人々の声なんか見ますと、まあこれ常識的にですね、日本が送ったワクチンについても非常に感謝をしているという声でも溢れてるわけなんですね。この日刊現代の書いた記事、まあ記事とも言えないようなものなんですけれども、まあこういうものをすぐ喜んで飛びついて報道するという姿勢はやっぱり報道機関としてはまああるまじき姿勢ではないかと。いう批判が今のたくさん出てるんですね。皆さんはどのように思いましたか？ぜひコメントをお寄せください。よろしければグッドボタンをポチッと押していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょうね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。